このセッションご視聴いただきましてありがとうございます。このセッションでは、リーメント2021で発表されたコンテナ関連のアップデート、それからリーメント2021の直前に発表されたコンテナ関連のアップデートですね。これらをご紹介していきたいと思います。はじめに簡単ですが自己紹介をさせていただきます。改めまして、私、落水と申します。 Amazon Web Service Japan 合同会社でソリューションアーキテクトというロールで活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。続いて本セッションのアジェンダをご紹介します。アジェンダは次のようになっておりまして、まずですね、リーメット2021の直前のコンテナ関連のアップデート、こちらをお話しさせていただいた後に、リーメット2021で発表したコンテナ関連のアップデート、こちらをご紹介していきたいと思います。それでは内容の方に入っていきます。はじめにですね、リーメット2021の直前に発表されましたコンテナ関連のアップデート、こちらをご紹介します。まずは ECS 関連のものですね。ECS 関連のアップデートがこのようになっております。こちらですね、本日は時間の関係で全てをご紹介するのではなくてですね、いくつかをピックアップしてご紹介したいと思います。まず1つ目ですね。ECS のコンソールにおきまして、AWS Digital for Open Telemetry、こちらとのですね、統合が発表されました。こちらですね、何が嬉しいかと言いますと、AWS Digital for Open Telemetry ですね、略して我々 ADOT と呼んでおります、こちらのコンポーネントがあるんですが、これをですね、タスク定義、ECS のタスク定義の方に簡単に追加することができると、そういった操作がですね、ECS のコンソールから簡単に設定可能になりました。こちらですね、スライドの画面にも出ているんですが、トレースデータの収集であったりとか、メトリックスの収集ですね、そういったものを行う ADOT のコンポーネント、これをですね、タスク定義のサイドカーコンテナとして追加するといった操作が、数クリックで簡単に実現することが可能になっています。こちらの機能ですが、新しい ECS のコンソールですね。こちらで利用可能になっております。はい、続いてのアップデートです。AWS Graviton2 プロセッサーを搭載しました、Fargate のタスクがですね、ECS で利用可能になりました。Graviton2 プロセッサーですね、こちらご存知の方もおられるかと思いますが、改めてご説明させていただきますと、AWS が設計している ARM ベースのプロセッサーとなっておりまして、高いですね、料金パフォーマンス、これをですね、実現することができると、そういったものになっております。このアップデートですね、何が嬉しいかと言いますと、お客様のワークロードをですね、ARM 対応していただくことでですね、コストの最適化だったりとか、料金パフォーマンスの向上ですね、そういったところをですね、簡単に実現することが可能になりました。こちらですね、ご利用方法といたしましては、タスク定義にですね、CPU アーキテクチャタイプというパラメータがありますので、こちらで ARM64 と指定していただきますと、Graviton2 プロセッサーを利用するファーゲートのタスクのですね、タスク定義を作成することが可能になっております。こちらですね、東京リージョンの方でも利用が可能になっておりますので、ぜひですね、コストの最適化だったりとか、料金パフォーマンスの向上、そういったところにご興味のあるお客様ですね、試してみていただければと思います。はい、以上ですね、ECS 関連のアップデートでございました。続いて、EKS 関連のアップデートですね、このようになっております。で、こちらもですね、いくつかピックアップしてご紹介したいと思います。はい、まず1つ目ですね、EKS のファーゲート。EKS におけるファーゲートの利用におけるフルエントビット、組み込みのログルーターですね。こちらにおきまして、Kubernetes フィルターがサポートが開始されました。この組み込みのログルーターですね、簡単にご説明させていただきますと、EKS のファーゲートにおいてですね、EKS が自動でセットアップをするフルエントビットのことを指しておりまして、ファーゲートのポットでですね、名詞的にログのルーティングを行うためのサイドカーコンテナを追加する必要がなくですね、ファーゲートの
POT のログをですね、フレントビットの設定に従って収集することができると、そういった機能になっております。このアップデートですね、何が嬉しいかと言いますと、POT のログにですね、Kubernetes のメタデータを簡単に付与することができますので、Kubernetes のコンテキストを含む形のですね、リッチなログを取得して、それを分析したり、調査に使うと、そういったところがですね、要因になると、そういったアップデートになっております。はい。続いて2点目ですね。Amazon EKS コネクタ。こちらが一般提供の開始がされました。こちらですね、もともとはですね、EKS Anywhere ですね。こちらが一般提供開始となったタイミングでプレビューとなっていたんですが、こちらが改めて一般提供が開始されたと、そういった形のリリースになっております。こちらですね、Amazon EKS コネクタとは何かと申し上げますと、EKS の外部のですね、Kubernetes クラスター、これをですね、EKS のコンソールに登録して可視化することができる、そういった機能になっております。こちら何が嬉しいかと申し上げますと、例えばですね、EKS のクラスター以外に、お客様が EC2 上でご自身で運用されているような Kubernetes のクラスターであったりとか、EKS Anywhere のクラスターですね、そういった EKS のクラスターも含めて、EKS 外部の Kubernetes クラスターをですね、EKS コンソールを利用して一元的な可視化を行うと、そういった使い方が可能になっております。こちらですね、一般提供の開始に伴いまして、サービスリンクロールですね。こちら、自動作成されるようになりましたので、クラスターの登録といった作業がより簡単に行えるようになっております。はい、以上ですね、EKS 関連のアップデートのご紹介をさせていただきました。続いてですね、ECR、アップメッシュ、アップランナー、プロトンですね。これらのサービスに関連しました、コンテナ関連のアップデートですね。それがこちらになっております。で、ここもですね、ピックアップしてご紹介させていただければと思いますが、ここではですね、こちらのアップデートをご紹介させていただきます。Docker の公式イメージがですね、ECR Public からダウンロードすることが可能になりました。こちらですね、ECR Public もそうなんですが、Public なコンテナレジストリというのはですね、イメージの取得制限を設けている場合が多いかと思います。そのためですね、場合によっては、このイメージの取得制限にですね、抵触してしまうことで、デプロイだったりとか開発ですね、そういった部分に影響が出ることもあるかと思います。それがですね、このアップデートによって何が嬉しいかと申し上げますと、Docker の公式イメージをですね、利用しているアプリケーションをですね、AWS 上で実行している場合、Docker Hub ではなくて、この ECR Public から取得するようにですね、アプリケーションを変更していただくことで、AWS 上で稼働しているアプリケーションにおきましては、ECR Public からのダウンロードになりますので、事実上無制限にですね、ダウンロードすることが可能になります。はい。最後にですね、その他のコンテナ関連のアップデートとして、これらのものをリリースさせていただきました。こちらですね、本日ピックアップという形で、いくつかのご紹介にとどまってしまったんですが、こちらの現在投影している資料ですね、これにつきましては、本セッション動画の公開と合わせてですね、資料の方も公開される予定でございますので、こちらですね、改めてですね、何か気になるアップデート等ございましたら、こちらの投影資料の方をご確認していただければと思います。以上ですね、リインベント2021の直前に発表したコンテナ関連のアップデート、こちらのご紹介でございました。ここからはですね、リインベント2021で発表したコンテナ関連のアップデート、こちらをお話しさせていただきます。まず1点目ですね、Amazon ECR のエンハンストスキャニング、こちらをご紹介いたします。はい、こちらですね、Amazon ECR エンハンストスキャニング何かと申し上げますと、Amazon インスペクターと統合しているですね、イメージスキャン、こちらが利用可能になりました。で、ここでですね、ECR を従来からご利用されている方はですね、ECR にはネイティブなイメージスキャン機能があるという点をですね、お気づきの方もおられるかと思います。こちらですね、従来の ECR のネイティブなイメージスキャンは、ベーシックスキャニングと呼ばれる形になりまして、それに対してですね、インスペクターと統合したイメージスキャン、こちらをエンハンストスキャンとして、ご提供させていただいたというのがですね、こちらのリリースの内容となっております。
こちらですね、今回のインスペクターとの統合によるこのエンハンストスキャニングによってですね、継続的なイメージスキャンだったりとか、高度なですね、脆弱性の検知、そういったものが可能になっております。ここでですね、高度な脆弱性の検知とは何かと申し上げますと、元々の ACR がネイティブに持っているベーシックスキャンですね。こちらでは、脆弱性の検知の対象がですね、OS のパッケージのみとなっておりました。これがですね、エンハンストスキャニングではどのように変わっているかと申し上げますと、OS パッケージに加えまして、各種プログラミング言語のライブラリですね、そういったところも、脆弱性の検出の対象となっておりますので、より広い範囲のですね、脆弱性を検出することが可能になっていると。そういった機能になっています。で、またですね、エンハンストスキャニングでは、継続的なスキャンといったところが設定可能になっておりますので、新しい脆弱性が発見されるとですね、この拡張、エンハンストスキャニングによって自動的に再スキャンが行われるような形になります。そのためですね、脆弱性の発見に対しての迅速な対応といったところがですね、より容易に行うことが可能になっています。ここでですね、ECR が従来から提供しておりました、ベーシックスキャン。それからですね、今回発表させていただきました、エンハンストスキャニングですね。この2つを、比較して見ていきたいと思います。主な違いとしてはですね、先ほども簡単に触れました、カバー範囲ですね。こちらが異なっておりまして、ベーシックスキャニングの方では、OS パッケージのみとなっていたところが、エンハンストスキャニングでは OS のパッケージに加えて、プログラミング言語のライブラリですね。こちらも対象に含まれていると。そういった点が違いとして出ております。で、またですね、スキャン頻度につきましては、ベーシックスキャニングの方では、プッシュ時、もしくは手動での実行となっていたところがですね、エンハンストスキャニングの方では、プッシュ時及び継続的なスキャンというところが可能になっておりますので、従来のですね、ベーシックスキャニングの場合は、継続的なスキャンを実行しようとすると、少しですね、お客様の方で作り込みをしていただく必要があったんですが、それがですね、エンハンストスキャニングの方では設定のみで可能になっていると、そういった形になっております。で、ここでですね、1点ご注意いただきたい点といたしまして、AWS の利用料金という観点でですね、ベーシックスキャニングの方は追加料金が発生しない形だったんですが、エンハンストスキャニングの方はですね、追加料金が発生するような形になっておりますので、こちらですね、エンハンストスキャニングを有効化される際は、ご注意していただければと思います。はい、ではですね、このエンハンストスキャニングどのように有効化していくのかといったところを見ていきたいと思います。で、こちらですね、エンハンストスキャニングにつきましては、レジストリー単位ですね、それぞれのリポジトリ単位ではなくて、レジストリー単位で有効無効といったところを、設定していく形になります。で、この際ですね、エンハンストスキャニング、先ほど申し上げましたように、AWS の利用料金が発生してきますので、お客様によってはですね、すべてのリポジトリではなくて、いくつかのリポジトリに絞った形で適用したいと、そういったご要望もあるかと思います。そういった際にですね、利用可能なのがフィルター機能でございまして、こちらを使うことでですね、エンハンストスキャニングの対象となるリポジトリを制限することが可能になっています。ただ、ここでですね、ご注意いただきたい点としまして、エンハンストスキャニングでですね、有効にさせていただいた場合に、フィルターを設定された場合ですね、その場合、フィルターにマッチしないリポジトリにつきましては、スキャンが実行されないといった形になりますので、この点についてはですね、ご注意していただければと思います。またですね、先ほども少し触れたんですが、エンハンストスキャニング、継続スキャンといった機能がございまして、こちらにつきましても、フィルター機能があります。で、こちらですね、継続スキャンにつきましては、脆弱性のデータベースですね、こういったものをですね、AWS 側で持っておりまして、これが更新されますと自動的にスキャンされるといったような形になっております。こちらですね、イメージをプッシュしていただいた後30日間ですね、この脆弱性のデータベースの更新のトリガーに継続的なスキャンが行われると、そういった設定になっております。はい、こちらはですね、ECR のコンソール画面からですね、このエンハンストスキャニングの実行結果を確認した画面になっております。このようにですね、検出された脆弱性だったりとか、その重要度、それから対応方法ですね、そういったところを ECR のコンソールから確認することができます。
で、またですね、脆弱性のリンクをクリックしていただきますと、このような形でインスペクターの画面に遷移することができますので、インスペクターの画面から脆弱性の詳細を確認すると、そういった使い方も可能になっております。はい、以上ですね、ECR のエンハンストスキャニングの説明でございました。続いての機能紹介ですね。ECR のプルスルーキャッシュリポジトリ。こちらをご紹介していきます。ECR のプルスルーキャッシュリポジトリですね。こちら何かと申し上げますと、パブリックレジストリのですね、イメージを ECR のプライベートリポジトリ。こちらでキャッシュすることが可能になりました。こちらですね、何が嬉しいかと言いますと、ECR のですね、高い可用性であったりとか、AWS の上で稼働しているコンテナワークロードからのダウンロード速度ですね。ダウンロード速度の向上と、そういったですね、メリットを享受する形で、パブリックレジストリの、パブリックなイメージを利用することが可能になっております。で、またですね、ECR のプライベートリポジトリにイメージを持ってくることによってですね、ECR の機能であります、プライベートリンクを用いた、プライベートのネットワークからの利用であったりとか、あとはクラスリージョンレプリケーションですね。そういった機能をですね、活用することが可能になっております。で、こちらですね、プルスルーキャッシュリポジトリをご利用いただきますと、リモートのパブリックレジストリとのですね、自動同期といったところも可能になっておりまして、最大で24時間に1回までですね、自動的にアップストリームとなるパブリックのレジストリのイメージ、こちらと、プライベートリポジトリに取り込んだイメージの同期といったところを行ってくれるようになっています。で、現在ですね、パブリックレジストリといたしましては、ECR パブリックと Quay ですね、こちらをサポートしております。はい。ではですね、プルスルーキャッシュリポジトリのご利用方法をご紹介していきたいと思います。こちらですね、プルスルーキャッシュリポジトリご利用いただく際は、プルスルーキャッシュルールといったですね、こちらのルールを作成していただきます。で、この際ですね、送信元、ソースとなるパブリックレジストリですね、ECR パブリックまたはクエイを指定していただきまして、送信先、デスティネーションとなるですね、ECR のプライベートリポジトリの名前空間ですね、これを指定していただきます。このようにしてですね、プルスルーキャッシュルールを作成していただきまして、その後ですね、ECR のプライベートリポジトリに、プルをですね、行うような形で、パブリックレジストリからイメージを取得していただきますと、自動でですね、リポジトリが作成されまして、アップストリームのパブリックレジストリのパブリックイメージがですね、ECR のプライベートリポジトリに追加されると。そういった挙動になっております。以上ですね、ECR のプルスルーキャッシュリポジトリのご紹介でございました。続いてですね、AWS Marketplace for Containers Anywhere というですね、こちらのリリースをご紹介させていただきます。こちらですね、すでにご存知の方もおらっしゃるかもしれませんが、AWS ですね、2018年から AWS Marketplace for Containers というですね、ものを提供しておりまして、お客様ですね、この AWS マーケットプレイス、およびですね、ECS のコンソールから、サードパーティーのコンテナ製品をですね、探していただきまして、それらをサブスクライブして、お客様の環境にデプロイすると。そういった使い方がですね、これまでも利用することが可能でございました。で、こちらですね、デプロイ先の環境といたしましては、AWS 上で稼働しております ECS や EKS のクラスターであったりとか、ECS Anywhere のクラスター、タスクですね。そういったところが対象でございました。これに対してですね、リーメイト2020でアナウンスさせていただきました、この AWS Marketplace for Containers Anywhere ですね。これ何が異なっているかと言いますと、従来の AWS Marketplace for Containers に加えてですね、EKS Anywhere であったりとか、セルフマネージドな Kubernetes クラスターですね。そういった AWS マネージドではないクバネティスクラスターへもこの機能が拡張されたと。そういった形になります。こちらですね、何が嬉しいかと申し上げますと、例えばですね、現在オンプリミス環境でクバネティスのアプリケーションを実行されておりまして、将来的にですね、EKS のクラスターに移行するというようなケースで、同じライセンスを使用
あとはですね、オンプレミスであったり、セルフマネージャーの Kubernetes クラスターを実行しながらですね、AWS マーケットプレイスのメリット、例えば、請求の統合であったりとか、柔軟な支払いオプションだったりとか、そういったですね、メリットを享受することが可能になっております。こちらですね、アナウンス時点でですね、利用、AWS Marketplace for Containers Anywhere で利用可能なサードパーティーのコンテナ製品ですね、このような形でラインナップご提供しております。これらですね、AWS Marketplace にアクセスして、カタログを簡単に検索することができますので、皆様の方でですね、使いたいコンテナ製品を選択して利用するといったところが要因になっております。こちらの AWS Marketplace for Containers Anywhere の機能ですね、AWS Marketplace をサポートするすべてのリージョンでご利用することが可能になっております。これらのですね、リンクをご確認いただけますと、それぞれのガイドが提供されておりますので、ぜひですね、お試ししていただければと思います。はい、以上ですね、AWS Marketplace for Containers Anywhere のご紹介でございました。最後にですね、カーペンター、こちらのご紹介をしていきたいと思います。はい、こちらカーペンターですね。これ何かと申し上げますと、Kubernetes クラスターのオートスケーリングツールとなっております。で、こちらですね、カーペンター、AWS のみで動くことを想定しているツールというわけではなくてですね、クラウドプロバイダーごとに実装が提供されるモデルとなっておりまして、現時点ではですね、AWS 向けのクラウドプロバイダーが提供されていると、そういった状況になっております。で、こちらですね、従来のクラスターオートスケーリングのツールであります、クラスターオートスケーラーですね。こちらに対しまして、様々な改善が施されておりまして、より柔軟でですね、高性能なオートスケーリングが実現可能となっております。で、またですね、運用面におきましても、クラスターオートスケーラーよりもですね、シンプルな運用が可能となっておりまして、運用におけるオーバーヘッドですね、こちらも削減することが可能になっております。こちらのカーペンターですが、オープンソースのプロジェクトとしてですね、GitHub で公開されておりますので、どなたでもですね、ご自由にお使いいただくことが可能になっております。はい、ではですね、カーペンターの詳しい説明の前にですね、Kubernetes におけるオートスケーリングについて簡単に説明したいと思います。Kubernetes におけるオートスケーリングですね、ノードと呼ばれるコンテナホスト、コンテナ実行基盤ですね、そのレイヤーとポットと呼ばれるコンテナの実行単位ですね、この2つのレイヤーで行われております。この際ですね、ノードレイヤーのオートスケーリングにつきましては、クラスターオートスケーラーが、ポットレイヤーのオートスケーリングにつきましては、HPA と呼ばれる SDK スケーリングの機能とですね、VPA と呼ばれる垂直スケーリングの機能ですね、こういったものが利用されるのが一般的かと思います。ここでですね、カーペンターですね、ではどの位置に、立ち位置としてはどこになるのかと申し上げますと、ノードレイヤーのオートスケーリングを行うツールとなっております。すなわちですね、従来クラスターオートスケーラーが行っておりましたノードレイヤーのスケーリングですね、こちらをカーペンターが行う形になりますので、クラスターオートスケーラーを置き換える形でご利用いただくと、そういったツールになっております。ではですね、クラスターオートスケーラーというツールがですね、すでに存在しているにもかかわらず、カーペンターが登場したのはなぜかといったところをご説明したいと思います。クラスターオートスケーラーですね、ノードグループという抽象的なリソース単位でですね、スケーリングを実施しております。このノードグループの実態はですね、クラウドプロバイダーごとに異なっているんですが、AWS の場合はですね、オートスケーリンググループがノードグループに該当しております。ではですね、ここで何が課題になるかと申し上げますと、オートスケーリンググループですね、起動設定だったりとか、起動テンプレートの内容に従いまして、インスタンスを起動していますので、スケールアウトの際にですね、起動するインスタンスは、オートスケーリンググループの設定に依存するといった挙動があるんですね。例えばですね、特定のアベイラビティゾーンを必要とするようなポットがいればですね、専用のオートスケーリンググループを作成する必要があったりしますし、様々なですね、インスタンスファミリーだったり、インスタンスのサイズですね、
そういったものを必要とするポッドがありましたら、それぞれのオートスケーリンググループをですね、作成する必要が出てきます。つまりですね、クラスターオートスケーラーのスケールアウトは、オートスケーリンググループの設定に依存しておりますので、柔軟性がですね、欠けている部分だったりとか、あらかじめですね、オートスケーリンググループを作成しておく必要があるといったようなですね、運用上のオーバーヘッドが発生しておりました。これに対してですね、カーペンター、ノードグループ単位でのスケーリングではなくてですね、インスタンス単位でのスケーリングを実施するデザインをですね、採用しております。カーペンターですね、スケールアウトの挙動といたしましては、アプリケーションの需要が高まってですね、ノードに配置できないポットを観測してスケールアウトするといったようなですね、部分はクラスターオートスケールと同じなんですが、この際ですね、プロビジョニングするインスタンス、これをですね、ノードグループという概念を持っておりませんので、ポットの要件に応じてですね、柔軟に設定することが可能になっております。例えばですね、ノードに配置できないポットがですね、要求する GPU であった、CPU であったりとか、メモリーとか、アベラビリティゾーン、そういったですね、点を考慮しまして、カーペンターが最適なですね、EC2 のインスタンスを決定します。そうしてですね、カーペンターが選定した EC2 をですね、AWS の場合、EC2 フリーと利用してですね、EC2 インスタンスの起動が行われます。この際ですね、EC2 フリートの作成だったりとか、そのフリートに利用される起動テンプレートの作成ですね。そういった部分はカーペンターが自動で行ってくれますので、要件に応じて柔軟な EC2 インスタンスが起動することができますし、事前にですね、起動テンプレートであったりとか EC2 フリートを用意しておくと、そういった必要もなくですね、運用上のオーバーヘッドも抑えることが可能になっております。ではですね、カーペンターの開始方法をですね、AWS のご利用におけるカーペンターのご利用方法をご説明したいと思います。こちらですね、インストールは、シンプルなものとなっておりまして、まずですね、カーペンターが起動しますインスタンスのサブネットをですね、検出するためのタグ付けであったりとか、あとはですね、ノードが使うものであったり、カーペンターのポット自身が使うようなですね、アイアムロール、そういったところをセットアップしていただきます。で、続いてですね、カーペンターをですね、ヘルムチャートを利用してですね、インストールしていただきまして、その後、プロビジョナーと呼ばれるですね、カスタムリソースがございまして、こちらをですね、作成していただきますと、カーペンターのご利用を開始することができると、そういった形になっております。ここですね、プロビジョナーとは何かと申し上げますと、カーペンターがですね、インスタンスのプロビジョニングの対象とします、ポットやノートですね、それらを決定するカスタムリソースとなっております。はい。ではですね、実際にカーペンターがノードをプロビジョニングしてくる流れをですね、ご説明したいと思います。まずですね、カーペンター、ノードに配置できないですね、ポット、アンスケジューラブルなポットですね、こちらを監視しておりまして、それをですね、カーペンター検知いたしますと、先ほどのですね、プロビジョナーと呼ばれるカスタムリソース、この定義に従いまして、その設定にマッチするですね、Create Fleet API を呼び出して EC2 Fleet を作成します。そうしてですね、EC2 インスタンスの起動を行います。このですね、Create Fleet API の呼び出しを成功しますと、カーペンターはですね、その後面白い挙動といたしまして、この起動してくる EC2 インスタンスですね、Kubelet が含まれていますので、ノードオブジェクトの登録はその Kubelet が行うところなんですが、この Kubelet の、登録を待たずにですね、カーペンター自身がこのインスタンスをノードオブジェクトとしてですね、Kubernetes API サーバーの方に登録を行います。その後ですね、登録したノードオブジェクトに対しまして、これもですね、カーペンターが Kube スケジューラーの登録によるポットの登録を待たずですね、カーペンター自身がこの起動してくるノードにポットのバインドを行うと、そういった作業を行っております。こういったですね、カーペンター自身によります、能動的なノードオブジェクトの登録であったりとか、ポットのバインディングですね。こういった処理によってですね、より高速なスケジュリングといったところがですね、カーペンターをご利用いただくことで実現されていると。そういったものになっております。
では最後にですね、ノードの終了、こちらについてもご説明したいと思います。カーペンターにはですね、ノードを終了するメカニズムが2つ用意されております。で、まずはですね、ポットが空のノードを検知して削除すると、そういった仕組みが入っておりまして、エンプティネスメカニズムと呼ばれるものですね。こちらは、ポットが実行されていない空のノードを検知して、そのノードを終了すると、そういった仕組みになっております。もう一点ですね。メカニズムといたしまして、エクスパイアリーという仕組みがありまして、こちらはですね、カーペンターがノードの起動時間からのですね、有効期間といったものを評価しておりまして、有効期間が切れたノードに対しまして、そのノードを終了すると、そういったですね、一定時間ごとにノードを置き換えるような、そういった仕組みをですね、持っております。で、これら2つのメカニズムにつきましては、それぞれですね、オフにすることが可能になっておりますので、そのあたりもですね、先ほど紹介しました、プロビジョナーと呼ばれるカスタムリソースですね。そちらで制御することが可能になっております。はい。というところでですね、カーペンターのですね、ご利用いただく際のメリットであったりとか、あとはですね、ノードのプロビジョニングだったりとか、ノードの終了ですね。そういった部分の説明をさせていただきました。ただいまですね、説明させていただきました内容につきましては、カーペンターがですね、ドキュメントを公開しておりました。そちらでも説明がされておりますので、もしですね、カーペンターご興味があるというお客様がおられましたら、ぜひですね、こちらのカーペンターのドキュメントの方も合わせてご確認していただければと思います。以上でですね、リーメット2021およびリーメット2021の直前に発表されましたコンテナ関連のアップデートのご紹介とさせていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。